おはようございます。日曜日朝の10キロランニング終わった後ですけども、その中でアチーブメントさんのオーディオプログラムを聞いてて、もう本当気づき満載です。約1時間ですけど、いや本当に改めて復習をするって大事ですね。何回も何回も同じ情報を聞いてるんですけど、自分の心の在り方、心の状態によって聞こえ方が全然違う。自分が求めてるものしか入ってこないですって。だただ漠然と聞いててもダメだって。いろんなチャレンジをしてて、そして、失敗というかうまくいかない経験をすると苦痛感情が生まれ、どうにかしてそれを超えたいって思うじゃないですか。その時にこういったいい素晴らしい情報を聞いているとふっと入ってきます。そしてまたチャレンジができる。そしてまた うまくいかない経験が次の気づき、次のステップ、ステージへ上げてくれる。この繰り返しで人は変わっていける。私は昨日は本当にすごい絶望に近い状態に陥ったんですけど、今笑ってられます。こんな風に感情の起伏が激しいのってあまりよろしくないって取ったらいかないか。本当成長著しい時間を味わってます。一生学び続ける、学び続けるところに必ず成長がある。うまくいかなくて当たり前。うまくいくためには、いやうまくいくためにうまくいかないことが山ほどあって、それを絶対乗り越えていくんだという思いからですね、どんどん良くなっていきます。いい情報がどんどん引き寄せがきます。今日は息子とマウンテンバイク買いに行くんですけど、たくさんいろんな話をしながら、息子の青春時代の話も傾聴しながら、ランチも男2人で楽しんでいきたいと思います。最高の日曜日過ごします。以上です。